田中新兵文久3年5月26日は、薩摩藩士、意名は雄兵。尊能上位派で、幕末の四王一きりの一人。もともとは、武士の生まれではなく、鹿児島の伝承では薩摩前の浜の先導のこと、言われる。資料で、島津家一門の島津織部家臣、つまり、薩摩藩では、資料師という売信身分とされているが、これは、鹿児島城郭士の豪商で、 尊老上位の死でもあった森山晋三が死分の株を買い与えたからで本人も商人から死分になった森山の持ち船の先導であったと言われる。新兵は幼少期より武芸に励み剣術に優れていた。流派は厳密には不明であるが上下で育っていることから一般的には次元流の分派の中のどれかと考えられている。文久2年後から6月に上京。 海江田信義や藤井良節のもとに身を寄せた。そこに、小川やえ門が安政の大国で長野主善に協力した島田左近が伏見にいると知らせてきたので、これを6名で暗殺しようとしたが失敗。新兵は、その後1ヶ月間、左近をつけ回し、7月21日、京都木屋町で襲撃。逃げる左近を、鴨川の河原まで、執要に追いかけて斬首し、 本都町で晒し首とした。本間聖一郎遭難の地8月、小川の仲介で、と佐金以後、新兵は、岡大蔵などと徒党を組み、暗殺を示唆された相手を、次々と手にかけるようになった。本間聖一郎、渡辺金三郎、大河原十三森間五六、上田助之城などを集団で襲って暗殺したと、言われている。文久3年5月20日、 新兵衛が追っていた傷も生き残りの証言と一致していた。作兵門外の変も三照長奉行の長い、門戸生は新兵衛を尋問しようとしたが、新兵衛は一言も発せず、隙をついて脇差しを抜いて滑腹返す刀で喉の首動脈をついて即死した。そのため供述は得られず、襲撃の手際の悪さ、絶命させられずに逃がしてしまったこと。 コーチと竹市との良好な関係など不審な点がいくつかあり、新兵が実行犯だったのかどうか真相に疑問が持たれている事件である。しかし死体を見分した事件の生き残りも新兵に間違いないと証言したことなどから、近年の研究ではやはり新兵が実行犯であったという説の方が有力である。映画漫画小説、ありがとうございます。